こちらシュート数29本に対して藤枝が5本と大きく仙台が上回っていました。ボックス内6人、右足のクロス、ヘディング、こぼれ球、松本正也止めました。抑えてね、振り切りましたよね、はい。まあ、少しコースは甘かったと思うんですけど、前でね、松葉が中央から背後へ、こぼれ球、金子の右足、前半41分追加点、ホームジュビロ磐田。自分のボールにして前向きでゴールに向かってしっかりとこう置きに行ったコースを狙ったシュート、素晴らしかったですね。そうですね。あー、レッドカードが出ました。まあ、この映像を見る限り、やはりこうレッドカードに値する。しっかり自分たちのボールを動かすという。連続パスつながって松本が右破ってくる。ボックス内4人、中央、ジャビンだ。後半24分、3点目ジュビロ磐田ですよね、はい。まあ、ジャミンのポジションの取り方も良かったですし、こう当て方、振り方、非常に良かったですよね。中に行く、ドゥドゥ預けた、落としてドゥドゥのミドル、こぼれ球、松本正也。デュドゥのシュートでしたね、はい。まあ、このこぼれ球に反応したのが、そのまま金子が担っていた右サイドハーフに入りました。早めのクロス、触った菅原、1点返しました。アウェイベガルタ仙台の伸びたんですけどもね、ニアサイドに抜けましたよね。しっかりとボール枠にね、しっかりと蹴り込むことができた、素晴らしいゴールだったと。そういうところですね、これから戦っている中で大事になってくると思います。ここで試合終了の笛です。4対1、好調磐田